キーウィは、公実するキーウィ目に分類されていた、抗生種アプテリックスオーストラリスに対して、用いられていた和名、もしくは超高キーウィ目に分類される抗生種の、総称である。この記事では、後者について、解説を行う。DNA 配列比較から、キーウィは同じく、ニュージーランドに隔離されていたモアよりもマダガスカル島に、一体ピオルニスと、はるかに近縁であるという。 驚くべき結論が得られている。すべての種は歴史上の森林破壊の悪影響を受けてきたが、現在キーウィの森林生息地の残っている広大な土地は保護地と国立公園としてよく保護されている。現在のところ、キーウィの生存に対する最大の脅威は侵入した哺乳類捕食者による捕食である。キーウィの卵は世界の鳥類の中で 体の大きさに対する割合では最も大きなものの一つである。木のような羽や短くどっしりとした足、見るよりも前に餌に気づくために長いくちばしの先端にある尾光を使うといったその他の特有の適応からキーウィは国際的によく知られるようになっている。キーウィはナショナルシンボルズオブニュージーランドと認められており、その結びつきはキーウィという用語が ニュージーランド住民に対する砕けた故障として国際的に使われるほど強い。ニュージーランド飛翔するための胸筋が付着するための突起がない。おハがない。嗅覚は発達する。くちばし器部から生えた合毛による触覚も発達している。クレメンツチェックリストでは2019年の時点及び IOC ワールドバードリストでは2021年の時点では キーウィ目を構成する説を採用している。一方で、バードリフ・インターナティネルでは2017年の時点で、キーウィカをダチョウ目に含める説を採用している。以前は、キーウィアプテリックス・オーストラリス・オーマダラ・キーウィ、コマダラ・キーウィの3種で構成されていた。A オーストラリスのア種のうち、ア種、北立島・キーウィ・ AA マンテリーを、独立種 A マンテリーとして分割する説が有力と、 される。2003年にアプテリックス・ラウが新種記載された。キーウィ各種の分布。ハーストとコイカ以下の分類。英名は IOC ワールドバードリストに従う。和名は竹下に従う。分類学上はキーウィ族で一族でキーウィカを作る人へ型。キーウィカは伝統的に一家でキーウィ目を作ってきたが、ダチョウ目やモアメに含める説もある。 森林や矢淵などに生息する。夜行性だが、スチュワート島では、昼間でも活動する。ペア間で鳴き声を交わし合いなわわりを維持するが、嗅覚も互いの状況を確認するために、役立っていると考えられている。名前は、マオリ族の故障で、鳴き声に由来する。昆虫の幼虫や、クモターシ類、ミミズ、果実などを食べる。地面や倒木などに、 口しを差し込んだりつついたりして、食物を探す。繁殖様式は卵生。体重の4分の1ほどの卵を産む。オスが放卵するが、卵の上端しか温めることができず、卵の上下で温度差が摂氏10度近くになる。ヒナは孵化してから数日で巣の外を歩き回るようになり、自力で食物を探し始める。マオリ族の間では、食用とされたり、羽毛が、 該当の原料として利用された。農地開発や放牧による生息地の破壊、食用の狩猟、犬や猫を控除などの人為的に移入された動物による発食などにより生息数が減少した。日本では1970年に大阪万博の開催を記念してニュージーランド政府が大阪の大阪市天王寺動物園にキーウィを寄贈した。その後も同園は 日本の動物園で唯一、キーウィを飼育している。キウイフルーツの名前は、ニュージーランドから輸出されるようになった際、販売戦略上不利な扱いを受けないために、ニュージーランドのシンボルであるキーウィにちなみ1959年に命名された。キーウィは、ニュージーランドの国を象徴する鳥。また、キーウィは、ニュージーランドのシンボルとして19世紀後半に、連帯バッジに、 初めて登場した。その後、1886年にサウスカンタベリー大隊のバッジ、1887年にヘースティングスライフルボランティアのバッジに登場し、多くの軍事バッジにキウイが登場した。1906年に生まれた靴のケア用品、キウイがイギリスとアメリカで広く販売されるようになり、ニュージーランドのシンボルとして知られるようになった。 第一次世界大戦中、ニュージーランドの兵士を一般的にキウイと呼ぶようになり、巨大なキウイがイギリスのスリングキャンプの上の白い丘に刻まれた。現在、ニュージーランド人はキウイと呼ばれ、ニュージーランド人自身もキウイを自称する。キウイはニュージーランドの最も有名な国民的シンボルになり、ニュージーランドの多くの都市、クラブ、組織の紋章やバッジに使われている。 ニュージーランド空軍、ニュージーランドラグビーリーグのロゴに使われており、ラグビーリーグニュージーランド代表は、キーウィースという愛称で知られる。ニュージーランドドルの1ドル効果の裏にはキウイがデザインされていて、外国為替市場などでニュージーランドドルはしばしば、キウイと呼ばれる。キウイは、オスが巣作りや子育てをすることから、献身的に家事や子育てをする父親を、キウイハズバンドと呼ぶ。 ニュージーランド航空は2017年よりオリジナルキャラクターとしてキーウィのピートを同社のキャンペーン動画に起用している。カンタベリー・オブ・ニュージーランドのロゴは彩色した円をキーウィの形で抜き C 型に残したものを3つ並べ対象である。ありがとうございます。